白田鍋と申します。はい、佐坂です。佐坂たこと姉ちゃんです。よろしくお願いします。姉ちゃんで行く今日は。姉ちゃんで、はい、行きます。姉ちゃんお願いします。姉ちゃんです。はい、彼ね、はい、その平川のビオルネっていう商業施設があるんだけど、このマネラー屋さんで、はい、もう部屋くらい、もうなんか悩みあるわけ。そうだね、はい、スワッと来てから、スワッと。いや、なんかあれば、はい、婚活しようかなと思ってるんですけど、おーおーおー、なんかちょっと出会いそうな場所とか。一緒に話して婚活でも外国行為のどう思う？夜おる、全然おる。あのね、男前のロバロバね、男前、うん、ちょっと国際結婚ですか？うん、いいじゃない。ほうほうほう。そりゃそうよ、日本に男性なんて、はい、5000万人ぐらいしてもらうわけやんか。はい、その地球上には言うても35億人ぐらい。なんでそれ、なんでそれ、なんでそれ、なんで国際結婚目指そうよ。そしたら国際結婚興味ある？いや、興味ないわけではないですけど、それね、情報がないんで。せっかく大きなんやから、あの外国人のことも、まあ、出会いはね、だから可能性は圧倒的に高いわけです。高いよ、全然高い。だからもう今すぐロバートと友達になるし、ロバート友達やん。ロバートは今流行ってる。はい、ロバート今ね、サーフィンにハマってるから。そうなんですか。はい、で彼、いい名前があったらいいらしい。彼の趣味はスキージャンプを見ることやから。スキージャンプしてみたいとかじゃない。いやいやいや、ポーランド人は全員スキージャンプファンや。あ、そうなんですか。大ファンで、うん、国技的な、なんか一大スポーツ的な感じですか。でも自分ではやったことがない。ああ、ちょっとニース今サーフィンかな。だからちょっと2人で、海に旅館のね、デートに行くとかできるとは。誰が行くの？今男子は、あ、もう一人俺ね、フランス人のエリックっていうの。あいつ、ちょっとだけ日本語喋れる。あ、そうなんですね。挨拶ぐらいで。ロバートよりちょっと喋れる。いや、どこどこかな。ロバートは2ヶ月おるけど、まあまあ日本人と接してるから、うん、言うてることはなんとなく読み解きよ、うん、国際なんかすぐやすぐだって皆さん滞在してるの 2、3週間とかなんですよね。まあ、エリックは先週そんなね、そんなことをマイナスのことばかり考えてたらね、はい、すまないよ。はい、プラスのことにもっと見受けていかないと、はい、まあ、結構世の中半分はマイナスだから、はい、半分マイナス。あ、ベリー出た、ベリー出た。プラスのことを見るので精一杯、うわ、マイナスのことばかり見てたらもうしんどい。もう結果見ないといけなくなるんだから頑張って見るのをプラスだけ見よう。そうね、そういうこと、はい、そういうことをすれば、はい、国際結婚できると。どう、はい、解消した、はい、解消した、まあ解消しました。はい、解消したところで、じゃあ、あの告知をお願いします。はい、はい、そんなお悩みを持ったりしてる方、はい、こちらの B5、はい、コワーキングスペースでございます。はい、いろんな悩みを解決してくれるいろんな人が集まってくるかもしれません。はい、はい、仕事をしたい方、勉強したい方、何かと交流をしたい方、いろいろ使い方は重要でます。はい、9月の17日にオープンいたしますので、はい、ぜひ振るってご入会をお待ちしております。お願いします。ありがとうございます。詳しくはホームページですよ。はい、ビオルネホームページをご覧ください。はい、見えない。こう、例えば絶賛工事中です。絶賛工事中。わかりました。はい、じゃあぜひ出来上がったら見に行ってください。はい、お願いします。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わります。じゃあまたね。バイバーイ。バイバーイ。